はい、どうもタンタンです。ティキティキウクレレからですね、こちらティキティキの中でもホンジュラスマホンを使ったソプラノサイズって今ラインナップに HMS カスタムというモデルがあるんですけれども、まあ、それを作るにあたって、まあ、最初のプロト段階でちょっと試作で作ったモデル、こちらがちょっと出てきましたのでご紹介いたします。はい、まあ、HMS ですね、ホンジュラスマホガリのソプラノなんですけれども、カスタムと言われる今、レギュラーで作ってるものと何が違うかというと、まずボディの色ですね。これ現行品はこれ着色をしているので、もうちょっと濃いめのブラウンの雰囲気と、あとは指板に塗装が入るっていう仕様なんですけれども、まあ、こちらは、着色してない、まあ、ホンジュラスマホガリそのものの色、そして指板にも塗装をしていないタイプの最初の個体となっておりますのですラベルの方もこちら、まあ今後はねもちろん作るってことは ないと思うんですけれども、こちらプロトっていう文字が入った一本となっております。ただ他の仕様はもちろん、通常のものと一緒なので、音色に関してはやっぱり本マホらしさ出てるかなと思いますね。やっぱり響きもいいと思いますし、本マホらしい、アフリカンマホガニーのモデルというのはどっちかというともうちょっとこう、パワフルというかな、音がのもうちょっと太い感じの音かなという印象ですけれども、本マホの方はもう少し繊細で、響きの方が美しいというかという感じですよね。少しなんか倍音成分が多い雰囲気の音色がする感じがいたします。はい、ということでこちらの仕様はね、多分このまま通常では作らないとは思うんですけれども、まあ、ちょっと貴重な感じでプロトの一本となっております。はい、ということでこちらティキティキウクレレの、本マホのソプラノですね、 HMS というモデル、プロトタイプの一本となっております。ぜひお問い合わせの方をお待ちしております。それではタンタンでした。